ラ西ちゃんのアイメラとせーのです。イエーイ、イエーイ。今回の企画は25センチヒールを履いてみる。ヒール25センチって、うん、どれぐらい？アイスのこの靴は10センチぐらい、このぐらいかなって思うんですけど、背高アイス履きこなせそうじゃないか。背高い、高いの履いてるから。身長身長は161センチ、もうプラス5センチやから。何言ってんの？20センチですよね。になるってこと？巨大な女になります。高い高い。アイシは150センチ身長。めっちゃアイシで170になるってことだね。はい、それでは開けていきます。バカ、え、めっちゃ可愛い。思ったよりなんか高かった。これ売ってるんですか？うちらの顔ぐらいあるね。やばない？やばいやばいやばい。これやばいね。じゃあ履いていきます。はいはい。最初にライシが25センチのヒールを歩きたいと思います。はい。意気込みを。意気込みはおせいちゃんにうまく歩けたらなと思います。頑張ってください。頑張ります。おせいちゃんはアイシがいつこけてもいいように、初めにこうね、やっていきます。よーい、ドン、アクション。すごい、足に力入れたら歩けるわ。すごい、怖い。え、ポーズお願いします。はい、これにさせて。え、すごい、素敵素敵。感想は？いや、圧巻ですね。ちょっとせーな、アイスに負けないようにスキップしながらでもいっちゃうかな。いいよ、スキップいいよ。これ大大ですね。はい、それでは、はい、2回目せーなが歩いていきたいと思います。イエーイ。アイメロ頑張って補助してね。まあ任せてください。思いを込めて。気になるからやばいよ。いいよ、じゃあいいよ。いいよいいよ。ちょ足に近寄れて。なんかの虫。スキップできそう？いや、スイちゃんスキップすれば。え、危ないか。はい、決めポーズ。せーの、キャチャーン。イエーイ、キャチャーン。以上になります。イエーイイエーイ。はい、ということで、はい、終了しました。イエーイ。どうでしたか？二度と履きたくないかな、うん、なんかすごかった、ある意味。でもなんかやっぱアイメロンは運動神経いい説ある。いや、マジじゃない。だから普段からさ、高いのばっか履いてるからじゃない？そういうこと？確かに。頑張りました。楽しかった。はい、チロチロリン、ゆずはです。こんにちは、みりちゃむです。はい、ということで今日はですね、はい、超巨大アクティブヒール履いてみたーい。イエーイ。超巨大が私どれぐらいか想像がつかないんだけど、はい、多分めっちゃ高いんだろうね、ヒールが。普段厚底って履くんですか？厚底、厚底ってなんだ？厚底キュイーンって形じゃなくて、ね、こういうやつ。マイヒールがあるの、厚底。ああ、そういうこと。それも厚底になる？多分厚い底なんか私のさ、中の厚底ってさ、四角いような、わかる？ あるじゃん。ああいうのが厚底かなと思ってた。ゆずのなんか厚底はヒールってさ、ここに空洞あるじゃん。ある、こういうところに。ここに空洞がないやつを厚底だと思って。あ、それもそうだと思う、ね、なんかそこちょっとよくわかんない、ね、わかんない、難しいです、厚底の定義が、ね、うん、じゃあ自分の中でどれぐらいのヒールが高いなって思う？でも普段は10とか15とかじゃない？うん、私でも13から15だね、うん、そのぐらいだ。友達に会うと「高いね」って言われるヒール。あー、言われない？言われるね。それが普通になってるけど、うん、多分世間からしたら高いらしいね。なんか身長高くないとかめっちゃ言われるけどさ、あ、ヒール持ってるみたいな。持ってるんですよ。でもどういうヒールを履く？厚底？厚底じゃないよね、いやー、なんだろうな、厚底じゃないと思うな気がする。なんだろうね、普通にヒールね、のイメージがあるわ。うん、キャムは？私がいつも履いてるやつがこれなんですけど、うんうんうん、厚底じゃない？これ、これは厚底なの？厚底か、うん、なんか前にヒールがめっちゃあるね。前にないと歩きにくくて、うん、確かに確かに歩きやすそう。これ歩きやすいし高いしって感じでございます。私は毎年この形です、うんうん、
ってことで、はい、そろそろ開けていこうかと思うんですけど、イエイ、じゃじゃじゃーん、たったらキラキラヒール、すごいね。あ、でも言うてさ、あ、いや倍ぐらいあるわ。やばいよこれは。え、だってこんなヒール初めて見たんだけど、やばいね。どこで売ってるのよこんな。それは今日は2人に25センチのヒールを履いてもらって、はい、いろいろなことに挑戦してもらったらなと思います。はい、はい、やば、怖、はい、全然しそう。なんかさ、竹馬みたいじゃない、ここまで来ると。確かに、なんか竹馬に乗る気分なんだけど。しかもさ、うん、ピンヒールやん。やばそう。でもこんな楽ないよ。本当よ。まだ半分ぐらいじゃない、ね、履いても。本当ね。デザインは可愛いと思う。ね、超可愛いと思う。履けるかも。え、でもさ、これさ、慣れたらさ、渋谷歩きたくない。これで何センチになるの。私157だから182。やっべえ、そこら辺の男より高えやん。ゆずも185とかになる。ということで、履きたい、早く早速、はい、履いていこうと思います。イエーイ。まず私から履かせていただきます。怖くない？気をつけてね。これさ、足くっそ長くなるくない？でも、うん、ちょ、いい、この状態ですらもう不安定になる。うわ、歩きにくそう。あのね、履きにくいもん。もうなんかこの状態がやばい。やば。ギャルの運動会するときこれ使おうや。あ、それな、みんなでね。肩ね、肩ね。いきます。はい。あ、うわー。 OK、 安定した。フリーズ、フリーズ。え、あの、すごい、あの、ブルブルしてるのお分かりいただけますかね。大丈夫？歩けないんじゃない？え、痛い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 。大丈夫？あ、歩けるは歩けるけど、やばいよこれ。大丈夫、大丈夫。理想の身長さ。すんごい、あの、この状態でプルプルしてるから、これでなんか何するのってか。え、なんかさ、よくさ、渋谷とかにさ、いるじゃん、うん、なんかこう踊ってる人、そういうさ、なんか足がめっちゃ長くてさ、こんなになってる人いない？全然見たことない。そう、そうだ。ちょ、一回履いてみ。あ、いや、履く。座って。あ、来たかも、来たかも。履きましたか？いい感じ。よし、せーの。できた。開けるよ。結構普通だよ。歩ける。え、多分、え、待って、でもちょっと怖い。やばいよ、ね、あ、でもちょっと怖い。なんかこう、なんていうの、25センチっていうのを知ると怖い。初めてこんなに身長高くなった。でかー。でも怖いね、結構。頑張れ。怖い。どこまで歩けばいいんですかこれ。ゆうたー。ゆうたー。水ピ目線。水ピ目線。え、でもこれカメラ見ながら歩くの結構怖い。これ履いたらさ、彼氏目線取れんじゃね。あ、確かに。可愛い君が愛と。あ、ポンポン。え、何？彼女目線。怖い。怖いね。おお。そしたら。はい。モデルじゃないですか、やっぱ二人は。ランウェイをしてもらいたいと思います。やば、これで、これで。え、怖くない？頑張ります。はい、頑張ります。いきます。いいですか？せーの。おぉ。イエーイ。のランウェイです。いきますよ。やべえ、怖いねこれ。あ、でも意外と歩けるわ。これは渋谷歩けないね。歩けないよ。イエイエイとかできない。あんなさ、無法地帯みたいなところ。そうそう、峠坂登れないね。はい、ということで25センチのヒール履いてみました。いや、マジで怖い。もうあれ絶対破綻。激怒しました。これも人生、はい、これも人生。はい。はい、ということで、はい、この動画がいいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。じゃあね、ゆずはとみりちゃむでした。バイバイ。バイバイ。